グッドグッドグッドパイロンでございます。私のチャンネルでは映画を紹介いたします。今回の作品はこちら、凶悪、山田孝之さんが主演です。この作品のあらすじは実話を元にした映画でして、ジャーナリストの藤井が死刑囚になる男の言った話をネタにして書くお話でございます。これは映画ファンの中で胸クソ映画言われてるみたいです。評価で言うと私としてはそんなに重くなく見ることができましたね。なぜかというと、特に破壊力があったのは先生役のリリー・フランキーさん、もう一人が須藤役、死刑囚になる男役なんですが、ピエール・タキさんですね。彼らのバイオレンスで卑劣で残虐さは身に染みて伝わりましたね。グロいのは人間を解体しちゃうんですよ。吐きそうになるまではいかないんです。もうやめてくれとは思いました。人間の信頼関係がかなり伏線につながると思うので、まだの方はおうち時間にチェックしてみてください。裏切らないでくださいね皆さん。最後に山田さん、ジャーナリストの藤井ですね、奥さん池脇千鶴さんがですね、何よりかわいそうで、メインの話より私胸クソに感じました。山田さんのお母さんが認知症で、いつも奥さんがお世話していたんですけども、それがおつらそうで早く施設に入れてほしかったんですが、山田さんは全然仕事の頭モードになりすぎてて、頭でっかちになってしまったんで聞いてくれなかったんですよ。この物語の最後にそれが明かされますので、それは内緒で言わないです。星としては3つですね。また見たいっていう感じはなかったです。1回で十分でした。おかわりはできませんでしたね。ではこれで終わりましょう。グッバイ。